覚えているか、暴走した真珠が友を家族を飲み込んだあの日を、あの者たちの悲鳴を。貴様らの切実な祈りはどこへ向かった？魔族に蹂躙された女神へか、それとも木に成り下がった創造主へか、一体誰が貴様らの祈りを聞くんだ？愚かな人間の声など一体誰が。私が貴様らに宣誓しよう。これ以上ないほど完璧な世界、貴様らの血で築かれた完全なる世界よ。トリオブセイビア、エピソード14、再臨せし混沌。迎えろ開闢を。